一般国民なんてやっぱりさ、本当に毎日仕事して、特に職人さんとかなんて、もう100円のさ、ジュースもさ、我慢してる人たちがさ、たくさんいるじゃないですか。だから、なんか、お金がないと、貧乏だとみたいなさ、お金がないと、臆病になると思うんですよね、人って。すごくさ。だから、なんか、正しいこととか、本当に叶ってほしいこととか、言ってる人間とか、で、それを行動してる人間とかを見ても、なんか、お金がないから、今の生活が壊れたら、もっともっと辛くなるから、っていう感じで、なんか、本当は応援したいし、なんかすごいな、みたいな、尊敬してるんだけど、なんか声を上げたり、ね、お金もないし、応援することができないっていう人が大半だと思うんですよ。世の中の、ほんと8割ぐらいの人たちはそういう人たちじゃないかなと思って、YouTuber の視聴者の人たちも、ほんとそういう人が多いと思うんですよね。だから、なんか世の中がね、より良い方向に行くっていうのも、なかなかすごくムーブメントみたいなさ、大衆が本当にね、自分の生活も、まあ、たった1日かみたいな感じぐらいでも、なんかすごく世の中の人間がたくさん動いたみたいな感じで、もうあからさまにわかるみたいな。だけど暴力じゃないみたいなさ、そのぐらいを見せないと、なんかその意見っていうのは通らないんじゃないかなと思いつつ、その一日も辛いんだよってことですね。お金が、その100円のお金もね、我慢して生きてるんだから、毎日、ね、1ヶ月毎日、ね、1年毎日、その100円のジュースもね、我慢して水筒で持ってったりみたいなさ、ね、してるんだからっていうところが、その負荷ですよね、負荷とか負担みたいなところが、やっぱりそこを強いるわけにはいかないし、弱い人が本当にこの世の中を形成してるというかさ、8割ぐらいが弱い人で、お金も本当にみんな100円のジュースも1日我慢してますよっていう人たちばっかりだみたいなね、大人から子供までみんなみたいな感じだから、自分ね、すごくね、感慨深いっていうか、その意見も言うこともできないしみたいな。そうだけど、まあそうですね、なんとかね、まあ、自分の上げた声で変わるかって言ったら、ちょっと変わんないかもしれないけど、まあ言っておきたいみたいな感じですね。と思ったんですよね。というところで。